そうよ。でも自主練なんだから早く切り上げたっていいでしょ。今日は終わりにしたの。文句ある？何よ、言いたいことがあるならはっきり言いなさい。別に心配してもらうようなことじゃないわ。あんたはお忘れかもしれないけどね、冬はもともと気合いとか根性とかそういう暑苦しいのが嫌いなの。気が乗らなきゃやってらんない。今日はそうやって調子がいい時間が短かったってだけ。わかるでしょ。あんた、ああもう、あんたってなんでそうやってすぐ余計なこと言うのよ。言った。本当にその底抜けの善良さどうにかなんないわけ。うん、ほら付き合いなさいよね。激辛料理、この近くに美味しいところがあんのよ。あんた仕事は終わってんでしょ。だったら付き合って。それで食べ終わったら、言われなくてもそのつもりだったわよ。当然でしょ。だから最初から言ってたでしょうが、付き合ってってね。レッスンスタジオに戻るの。見てほしいところがあるから、それにも付き合って。新曲の振り、どうしても突っかかるところがあんのよ。一人でやってると気がめいってしょうがないわ。だから今日はやめちゃえって思ったのに、あんたのせいで逃げられなかったから、責任取りなさい。うっさいっつーの。あんた、そういう分かってますって顔すんのやめてよね。どうも何もないわよ。焚きつけたんだもの。手伝う覚悟はできてるんでしょ。冬がスランプ抜けるまで付き合いなさい。余計なことは言わなくていいから、さっさと移動するわよ。ほら遅い。気が利かないにも程があるわね。はあ、プロデューサーさん、冬もうすぐ本番なんです。この水着の良さをちゃんと表現できるかなって。みんなにちゃんと綺麗っ
って思ってもらえるかなって不安で、そんな状態の担当アイドルにさっきみたいな言葉をかけるのは正解ですか？いいいい、今さら何言ったって遅いから。それとね、似合ってるってことぐらい知ってんの。冬はあんたのボンクラ具合を言ってるわけ。あんたが相手にしてるのはあんたの会社の商品よ。もうちょっと扱い方に気を使って。これ気に入ってんだからね、人魚姫ぐらいには見えるでしょ。あんた、冬が言ったこと秒で忘れてるわけ？それが何？に例えたのを否定するのはどうかと思うわ。ほんと失礼しちゃうんだから。どうぞ。はーい。じゃあそういうことだから行ってくるわね。あんたの言う通り、冬は消えちゃうようなお姫様じゃなかったわね。見てたんでしょ、冬のそういうところ。だってお話はまだまだ続きますもんね、プロデューサーさん。そうね、ありがとう。ねえ、あんた、絆創膏持ってる？さ、なら2枚もらってもいい？さっき使い切っちゃったのよね。足、多分靴ずれしてんのよ。本番前に絆創膏貼れたし、そんな大変なことにはなってないと思うけど。気づかれたくないから黙ってたんだっつーの。そこで謝られても困るわ。さらっと靴ずれに気づくとか、少女漫画じゃないんだし。うん、でもまあ心配してくれたのはありがとう。受け取っといてあげる。カバン控え室にあるのよね。勝手に漁らせてもらうわよ。そんであんたは何か冷たいものでも用意してきて。暑くて仕方ないの。朝日とメイが戻ってくる前に頼むわ。もう
やだなプロデューサーさんってば。冬、今度はプロデューサーさんのこと頼ってるんですよ。それ断っちゃうんですか？人聞きの悪いこと言わないでください。最近のお気に入りってどれのこと言ってんだか。外してたらマイナスでかいわよ。気をつけてね、プロデューサーさん。お待たせします。でも冬、チョコミントの気分じゃない。買ってきたら承知しないわよ。っていうか、そもそもチョコの気分じゃないのよね。なんかさっぱりしたやつがいいわ。ああ、イチゴは違う。バーカ、ポイントの稼ぎどころって思いなさい。心配性だこと。わかったわよ。でも本当に大したことないんだからね。飲み物、コーヒー入れてよね。甘くてミルクたっぷりのやつ。心配性だこと。わかったわよ。でも本当に大したことないんだからね。飲み物、コーヒー入れてよね。甘くてミルクたっぷりのやつ。あいつ、冬のこと待たせてまで何やってんのよ。っていうか、いつまで待たせるつもりなの？早く帰りたいっつってんのに、もう。疲れた。これから家に着くまでまだまだかかるかと思うと、げんなりするわ。いい。安全運転の方が大事でしょ。よろしく頼むわよ。それにしてもお腹すいたわね。なんか持ってきとけばよかった。いいけど。どうしたってのよ、あいつ。こんな。まったくよ、あんた何して。お好み焼き？
ううん、別にそういうわけじゃないけど。普通先に確認するべきなんじゃないのとか。そんなにお祭りが好きなら冬子も行かないかって誘うのが筋なんじゃないのとか、そういうことを思ってるだけ。ほんとかっこつかないわね。残念でした。想定が甘いのよ。っていうかお好み焼きだけ？冬、たこ焼きも食べたいんだけど。ほら珍しい、気が利くじゃない。半分ずつね。先、あんたがたこ焼き食べていいわよ。いい働きした分、ご褒美。あいつ、冬のこと待たせ。一緒に行こうって？いいわけないでしょ。冬は疲れてんの。人が大勢いそうなところなんて勘弁。それよりさっさとお好み焼きよこしなさいよ。そんな美味しそうな匂いさせておいてお預けなんてひどいんじゃない？まあ、ありがとう、プロデューサー。あいつ、冬のこと待たせてまでな。冬とあんたでうまくいったことなんてないでしょ。だから、これまでだってどっかのお話みたいに綺麗なまとまり方なんてしてきてないでしょって。それが冬たちなんだかららしいってことなんじゃないの。なあ、うっさい、顔がうっさい。分かったらとっととお好み焼き置いて車出しなさいよね。冬、お腹空いたし疲れてんのよ。一刻も早くご飯食べたいし家に帰りたいの。はあ、どうしたもんかしらね、これ。ぐっすり眠っちゃって。まあ、書類によだれ垂れてても知らないわよ。てか、ずいぶん溜め込んでんじゃない。オーディション書類の整理、本棚の整頓、郵便物の仕分け。うわ、まだまだみっちり。なんでこんな雑用までリストアップしてるわけ？本棚ならまあ冬が寄っておいても。ってなんで冬がやってやろうとしてんのよ。気まぐれにしたって気持ち悪すぎるわ。しっかりしなさいよ、冬。そうよ、冬だったらこれくらい。プロデューサーさん。プロデューサーさん、起きてください。起きてくれないと、この書類提出期限過ぎちゃうみたいですよ。おはようございます、プロデューサーさん。冬からのドッキリいかがでした？何その顔。しっかりしなさいよね。期限過ぎちゃうなんて嘘よ、うそ。冬がそんなこと知るわけないでしょ。まあでも
ずっと下敷きにして寝てた書類は無事じゃないかもしれないけど。ずいぶん忙しそうね。冬のプロデューサーさんってそんなにできない子さんだったんですか？冬、心配です。このままプロデューサーさんに冬のことお任せしてていいのか。だからそれが心配だっつってんのよ。自分のキャパぐらい自分で把握しときなさいよね。で、簡単な仕事ぐらいだったら手伝ってあげるけど、そっちのメモに書いてあるやつ別にあんたがやらなくてもいいんでしょ？いいのいいの、気にしないで。でも当然冬の優しさは安くないから、相応のお返しは考えてもらわなきゃいけないけどね。